もっと聞いてね MBS 山博のピカイチラジオさあ金曜日の夜がやってまいりました皆さんいかがお過ごしでしょうかこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちぃですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですはい、えー、また今日もうだうだ一時間 <laughs> 頑張っていきたいなというふうふに思いますが <laughs> はい、はい あのさ、はい、この間メッセンジャークロと話してて、はい、であの東野くんにクロ、はいえー、ちゃんがここ前ですよって言ってた、黒門のクロ市場の近くのカレー屋さん、はいはい、なんていう名前？あのク、ー、ロさんが言ってるんやったらあのダルニーです、ねそ。そうそれあの俺とスッチーがこっち気に入ってんの。はい。あのー、僕あ食べて最初そんな普通にふわっと食べてふわっと帰ったんですけど、あれ？ でこう何あの懐かしい感じ懐かしい感じ、はい、そうですね懐かしいことは昔家で食べた感じのこれ、ね、家うん家でというかまあ雰囲気ねそんな感じなんですよあのー、色がほんまのの黄色い感じああ<ー>、うん カレーと、あの、キレンジャーが食べそうな。<laughs> は,いは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 い。お皿もね、ああいう。<laughs> ここね、ねカレー皿。ね、カウンターだけのお店なんですけど。<ー>黒門のね、一番ね、あの、南川ですかね。はい。あのー、あたりにあるんですけど。もう古くからやってる。古くからあるみたいですよ。もともとどこいうてたかな。もともと。天王寺の方へ行ってたかな。場所が違ったんや。 でももうだいぶそこ長いんですけどダルニニューダルニーってなってるんですけどもともとそっちでやってたみたいなどういう意味やったかな意味ダイレンの意味やったかなダイレンっ中国のどういう意味やったかななんか言うてはったんですよあ、そうなのでも忘れるんですね忘れるねその時はへーっで聞きながらなそう、本当ねあの素朴な あのー、僕はまああの何回かあの番組なんかでも紹介させていただいたんですけど、あ,<ー>あのあん時のカレーみたいなことを言ってたと思いますわ。なんかこうあ懐かしいなってあの時食べた感じがするみたいな。あそれはなんか、うん、蘇ってくるっていうこと。あああの夏の日のえ例えばプール泳いで出て、うん、食べて僕はおでんなんですけど。はい それをだからどっかで食べた時に「うん、あのああの時のおでん」でそのプールで泳いだ時の光景とか子供の、はい、そういうのがよみがえってくるそうです,そうですだから皆さんそれぞれある,よ、ね、あると思うんですけど<ー>本当にね懐かしい感じのちょっとまああのー、マスターからしたらねあの僕がいつもやってるのは嫌かもしれないですけど何やったんの一旦いつもねウースターソースをねスッと一周かけてでもまあそれがねなんかね <laughs>、うん 美味しいというかねか合うカレーな、ね、合うカレー確かに昔お母ちゃんが作ってくれたカレーって昔ってソースかけてたもん、うんうん、そんな感じそんな感じですわ はー、ゴロゴロ系ですか？そうですね、お肉もこうしっかりとしたあの四角い、四角いお肉が入ってて、じゃがいもゴロゴロ、じゃがいもゴロゴロやったかな？ダルニわかりましたかダルニ。じゃがいも欲しいでしょ。ダルニのところにわかれへんわもう。もうめんどくさがってる。どうしたか持ってきてくれたピタピーが。ちっちゃい。ちっちゃい。 そ、えー、そうそう昭和22年、はい、中国大連に疎開からしていたのが帰国し大阪・阿倍野に初めてカレー専門店を始める,る<ー>ロシア語で大連をダルニーということから店の名前を決める、うんうん、なにわのカレーライスの伝統の味にこだわり、うん、今でも守り続ける店がここである。うん、だって 石原裕次郎や勝つ新太郎が好きだったのが、あじゃがカレーライスだと聞くか。別にここなここに来たかと思った。<laughs> はい、それは違うない。だ誰にのカレーではなかった。カレーと言えばということですね。はい、出、うんはい、そうです。あのー、何回かこう紹介させてもらってて、あのファンの子もうそこ行ったりとか。うんうん,うんうん。はい。で美味しいって。美味しかったです。昔さ、えっと黒門じゃないと思うんやけど、うん、N.G.K. からそんなに離れてないところでうまいのに。 なんか面倒くさいおっさんのあれもカレーやったんじゃん。そうですそうです。それはまた別。です。それは天命言わへんよね。だって面倒くさいって言うちゃったから。言っても言ってもだか美味しいですよ。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ美味しいんですけど、めちゃめちゃ面倒くさかったな。でも最近ね、おっさんと会ってないんですよね。なんかアルバイトの子っぽい感じで。へー。イやそれやったら。うんまあまあまあ気が向けばあのうん。 行こうかなと <laughs> いやほんまね黒物の中って結構ねあの辺カレー美味しいとこあって<ー>あのー、いつもようってんるんすけどこういう紹介する機会がなかったので、うんあのー、ちょっと紹介したんですけど、うん、教えっとね忘れ紹介する気まんまやったんやねん <laughs> いつもそんな機会がないんで <laughs> この際やからみたいな。<laughs> <laughs> あれ今でもあんのかな履物屋さんのところ履物屋さんのそれは堺筋に面したところえのもう黒物の中にんですよ履物屋の横にあるんですよで多分そことつながってるのでお母さん履物屋さんやっててでこっちでカレー屋さんやってる感じやと思うんですよねあ同じ経営者ってことあののそ 家一緒やと思ね。親がやってる店と。はい、あのー、スジネギカレーが僕めっちゃ美味しくて。パジャマラマ。そこ。わあ偉いな。パジャマラマ。マラマえ何カレーが美味しかったって？すじ<ー>ネギ。スジネギ。あの本当ほら黒い感じの。うわうまあ、そうやな。スジです。ネギはこれ普通のネギやな。青ネ,、ね、ネギやわ。はい でも、ねねうん、ほんまちょこちょこ行ってたんですけどやっぱりその、うん、何やろう僕多分ギリギリまでチャリンコ止めてたんちゃうかなほんま昔はね、うん、あの商店街の中で自転車ダメじゃないですか押し、うん、てあるからあかんし邪魔になるからあれなんですけど昔はね、うん ままあまあファーっと走れたんですよ小杉さんもなんかの番組で言ってましたけど原付でファッとちょっとあかんけどちょっとまああのエンジン切りながらね、うん、トントントンと足でいやほんまねみるみるこう常に人が通るようになって、うん、カウンターで食べてても 昔は結構普通に静かに食べてたんですけども、うん、常に後ろはガヤガヤガヤ,ガヤ人が通ってるイメージでーもう本当にね黒門市場って、あのー、海外の方増えたので、うん、もう何年か前かとガラッと雰囲気変わっちゃってますね、うん、たまにしか行かへんけど、うん、えらい変わったなと思って、うん、でダルニーさんはどっちかというと端っこの方なので、うん、あのそのちょっと手前にね、あのー、w i f i スポットがあってこう 無料休憩できるみたいな、うん、そのね、うん、海外の人がちょっとあの腰下ろしてこう食べれる場所があったりとかでまあまあ端っこの方なんで、うん、そんなにこうガチャガチャっとはしてないんですけど、うん、いやほんま雰囲気変わったんですよねあそうなんや、うん、結構隠れた名店ってあるもんだねいっぱいありますあの,、ね、あのカレーうどんの店もあったな天ぷらあ一人一人朝日 やったかなあのっの千日前通り出るまでのほんまにところにあるよね黒門との間でカレーうどんエビ天のカレーうどんだけやねメニューがで老夫婦っていうか初老の夫婦が2人でやってるところやったかな覚えてない覚えてないな行った行った何ヶ月か前に行ったあ最近ですか一人で一人で人で日本橋の駅近鉄降りて カンテレのの前から土曜日昼やっで地下鉄乗る前に「ちょっと腹減ったな」と思って「ちょっと歩こう」ってで黒の中歩いてパッと出てきたら「うわカレーうどんだけで押してるわ」と思ってみえびほんまに多いでしょ海外の方。美味しかったそこも。で海外の人も入ってたお客さんが。何やったかなあの近くにねあの。 双葉っていううどん屋さん美味しいそこもあるあ知ってる知ってる、うん、行ったことないねなのに写真だけで見たことあるねそこはね最近お兄ちゃんが夜も始めて <laughs> うん、うん、でなんかその隣にお店ができかかっててでそこのお兄ちゃんの奥さんによく喋るんですけど、うん、あれなんかできるんですかって言ったらうん、うん、あの黒物の中の人たちみんな集めて、うん、その今 言うてもやっぱり日本の人がちょっと買い物しにくい状況やからや、ねあのー、野菜屋さんとかみんな声かけて、うん、そこで「日本の人買いやすいような感じのとこをしよう思ってますね」みたいなこと言ったから<ー>あいいことやなというかそれが双葉の、えー、隣やったらぐらいのところ、はい、えなんで双葉の名前覚えてるか言ったら、はい、僕が定期的に通ってる整骨院がある、はい 谷町中野整骨院よそ,そ,そ,そこのに通ってはんねんその双葉の人があそうなんですかこれ、ね、あのうどんの名店っていうごっつい雑誌あって、はい、で島島根茶葉松江の方に出雲そばとか、はい、結構有名なそば屋さんあるじゃないですかはい、はい、とか岩手のそばとかって、うん、大阪はその双葉さんが載ってるの、ね、<ー>あのねあの創業何年みたいなすっごいねあの看板ありましたそこは要は要店新しいんですけどももとと 製麺のとこで、はい、はい、そうですそうたらあの信濃そばさんなくなったでしょ。あそこもそこの麺作ってました。ああそうなん。仕入れてたってこと。仕入れてました。あそれでか。だしがすごいなんかだしとそのうどんが製麺やから決めて言ってシンプルな写真が載ってるんですけど、すごい美味しそうやって。僕はそこでね明太子醤油うどんっていうのを食べるんですけど。 そこシャンプーの哲二さんおいしいおいしいって言って僕教えて頂いて昔シャンプーさんがあの辺住んでた頃はいはいで店のおばちゃんも「哲二君また来てくれたよ」とかほんま結構あの辺の昔結構芸人さん住んでたんですよねあの界隈はいじゃあもうフラットいけるような感じでうどん野菜もね「てっちゃんもよう知ってるよな」めめちちゃゃ知ってますねん また、もうコメントも、もうすごいよね、ね食べた後の、いわゆるグルメコメント。何、うんはい、な,なん、<laughs> なん、なん、か乗り移ったみたいな感じで。ね <laughs>、あのぷいぷいなんかでも、あの、あれじゃないですか、キッチンぷいぷい。コーナーのところで、食べ、はい言、言う、ぞって時に、ちらっとこっち見んのよ。はい。<laughs> <laughs> ほうでもうそこからこうやっぱり手筋さんって何に関してもこだわりがある方なんで言い方がちょっと悪いかもしれないですけどちょっとうるさい時もあるじゃないですかうるさいねうるさいぞそれがもう芸風として確立してますよでもあれ宮田めあの店出してるじゃないですかあれもなんか常に試行錯誤してるよね 麺を変えましたとか「うん、いやもう十分うまいやんあれで」うん、いやまだちょっとこ,れこういうふうに変えてみた方がいい」とかっつってそっちのいやそういうわけじゃないですけど <laughs> <laughs> それぐらいもう命かけてる本当に熱いでしほんで連れて行ってもらう店がハズレがないもん、うんうん、大阪でも京都でも教えてもって行ったら絶対もうおいしいとこばっかりやから。ね あ1個報告がありましたこの近所のおっさんとおっさんの作るオ,<ー>オムライス、ね、僕あれから行ってないんですけど、はい、えと数週間前に僕の後輩が、うん、え友達連れて「山広さん言うてたらどうなったんやろ?」と思って入ったら、はい、メニューのこう形態が変わってまして、うん、前はおっさんとおっさんの作るオムライスも一,一品しかないんですよ。はい、そ1000円で、えー、店に座ったら席に座座っったたらら席 えー「飲み物何にされますか?」って言ってきてで言ったら「400円ベッド」だったでそれはおかしいってラジオで言った、はい、だからかどうかは知りませんけど、はい、それでは完全に分けて「はい、飲み物はオール400円」って書いて、はい、それを置いてあったらしいわ。<ー>で何になさいますかもない。<ー> そのラジオ聞いてたのか、うん、聞いてた人が言うたのか、うん、あるいは直接別のお客さんが、うん、このシステムはおかしいんちゃうかってぐれいしちたのかは分かんないですけど、うん、変わってまっとうになってましたんで<ー>であのオムライスは美味しいですからぜひ、はあ、とも行ってあげてください。おおっさんとおっささんんとな <laughs> いい <laughs> いややいやそこどんなんやろうなっていろいろ言ってくれはりましたけど、はい、ほんまにあのそれぞれ皆さん想像してるおっさんしうですね。ねまだまあイメージだけなんで、はい、実際に行って食べてみるとすごく美味しいオムライスですので。はい 別に飲み物は頼まんでえと思います水って言ったらええと思いますから400円払ってもいいという人は飲んでください僕は払いません水でいい昼はね昼ご飯ね昼2400円じゃん確かにね以上でございます各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブうん ね来てんのかな続報どうなったんでしょうね二週連続来ましたからね来ましたねいやドキドキするやん、ね、あれは言われましたよ、はい、あの MBS の社員でいつも聞いてある人に、はい、あれはそこでストップかけてよかったと思います。<laughs> えらいことになってると思う。いや僕言ってそうな気するんですよね。止まらへんような気する。うん、うわ、なんかそういうのってね、うん、抑えられない。かなみついてしもたからね、はいうん。そうなったら続報来てるよね。うん、そうですね。感想が送られて、うん。いているのかどうか。うん、聞きたいような。ドキドキしますね。同じ人かどうかわかりませんけど、映像化してほしい言って。 ドラマか映画になるであの話言っ,言ってました。お前,お前やで。<laughs> まあノッケからすごいパソコンの中の映像からえらいことになりますけどね。だからえっとドラマのオープニングはその映像ですよ。何気なく見てしまった彼氏のパソコン。そ,はい、そこで彼氏とセーラー服。そこのセーラー服の中年のちょっとポチャっとした女性って誰がやんねやろな。<laughs> そうですね。反役を考え出しますよ。でもこれがすごく大事でしょ。<laughs> その映像がこの女性がすごく脳裏にこう浮かぶわけでしょポちゃっとしててまあそこそこの年やからそれがセーラー服着てはるからほんまは滑稽やねんけどこれがその彼女に火をつけるような役割をせんなかもしんから彼氏に対する嫉妬っていうのもありますけどどっかでこの女性が自分とダブって。 なんかこうその後とに繋がっていくわけやから。でその後の回想シーンでも何回出きますよ。出てこれなかんから。これ難しいね。でまたこれ映画化かドラマ化したときには何話目かでもうすごいむちゃくちゃになっちゃったこの女性がまたばったりとそのぽっちゃり女性と出会うようなキースンです。ええある時リアルセラフ。はい。すごいな。 そのことは決して言わないんですよ<う>私見たことありますよはい言いないんですけどはい、あないではっはい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 えいは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 そのいまいは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 なんい一悶着ないやいそれがそういう場所で、うんうん、あいの女だっていうこといまたそういう場所そう つながるわけねつながるわけですだからごめんなさいねもうもうその時のコーナーで言うやええんですけど <laughs> もうちょっとすみませんからも,うもう言い始めてるからこれは言って <laughs> この女性もう,うわあ火ついた、うん、ほんでまあ今 調教されようとしていますこの女性,男性に、うん、でもその男性となのかどうか分かりませんもうこの男性がもうわし無理やーって逃げ出すぐらい変わっちゃうかもしれない<ー>ほんでまた新たなパートナーができて、うん、そのパートナーとそういういろんな人とこうワーッとなるところに行った、うん、ほんならまたそこでそのぽっちゃりに出くわすそこで出くわす。ということはそのパートナーとまたそのぽっちゃりが ファッとなるわけですよ。あ,あ、その瞬間な。そこで思い出してどうなるのか。うん、もしかしたら、やちょっとスチ、これ実話を元について、ね。<laughs> はい。<laughs> そんな展開を妄想してるわけ。ですか、はい、もしかしたら、ここでもう一度その二人の絡みを見たときに。はっとそこで初めて我に返るのかもしれない。はあ、私、私何してんねやろうみたいな。うん、で、終わりか。はい。<ン>その時見た感覚とは、また別の感覚で、その女性見ますから。うん、もうすっかり、この。 主人公変わっちゃってるからその時にそのぽっちゃりのセーラー服を見た時にもしかしたらハッとこう「何してたんやろ、はい、私」っていう,う戻るのかもしれない<ー><ー>エンディングまで語っていただき、ね、た、はい、はい、美穂潤さんが美穂潤さんがとかもう中年のセーラー服のぽっちゃり方ーーは<ー>あ<ー>僕もっとこうぽちゃっとしてそう。 美保純さん、まあ、まあまあ痩せたかあの人。美保純さんってでもやっぱり綺麗し可愛い,いじゃないですか。僕の中のイメージはうんっていう。ああ、なんでこの人って感じ？そうなんですよ。C.M. 中に考えさせていただきま。 まあそれほどでなくてもドロッとしたメッセージ、そしてもちろん純愛。どうですね。もうどうせならね、薄いならもう純愛ぐらいガンと言ってください。もう今中途半端に中途半端いやそんなこと言い出したらリスナーも書けないや。いやでもいやいや本間ね今多分ねあの中途半端やったら多分選ばれないと思うんですよ。来週はスペシャルですね。これに匹敵するか超えてくるかぐらいじゃないと。もうだいぶ濃い。 味に慣れちゃってるので、あの味は相当濃いぞ。濃いですもうこの番組史上一に、うん、を争らそうさですよ。それやったらもう純愛の、うん、あの相談ぐらい。じゃあどっちかでしょうが、はい、わかりました。はい。もしくは全く違う展開ですとか、うん、はい。 山本社交クラブへのメッセージをお待ちしております、はい、そしてピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち三人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バンクをプレゼントしていますさらに山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントしております 送ってこられると何かと困るという方は事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先はメールの方は山 ‐mbs1179.comyama‐mbs1179.com ファックスは大阪 06‐6809‐9090 大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九。公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター。 モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます堺市のなにわファイターズさんが見つけたモンスターです、はい、お昼ご飯を買いに行ったコンビニの店員さんがモンスターでした、うん おにぎりと1リットルのお茶のパックそしてカウンターに置いてあるお惣菜のコロッケを2個購入しましまた、うん、対応してくれたモンスターは留学生でしかも研修中で片言の日本語でまだテキパキと動けないのは分かるのですが、うん、コロッケをトングで出して普通なら小さな紙袋かビニール袋に入れてお客さんに渡しますよね。うん、でもも教えててらっっいなかかたのか トングで掴んだコロッケをおにぎりとお茶が入った袋にダイレクトに入れそうになりましたちょっと待てお兄さん別の袋に入れて中に入れてと言って彼の行動を止めました、うん、コロッケ2個は無事小さな袋に入れてもらいことなきを得ましたがその後その子は謝ろうとしないし接客であたふたしている留学生をそっちのけで 陳列をしていた店長さん、もうちょっと彼に教育しないとあかんと思いました。これは店長が悪いでしょ、ね、そうですね。おしとかんとね、ねそれは分かんないですよね。わかんない。だって、海外に行ったら、はい、なんていうの、え、これところと一緒に、その無造作に。れるのってそれがまあ、文化というか普通に、当たり前なね。うん、うん、ね、するわけやから。からその、ね、その男の子も。 すごい悪いことをしたというよりかは、あ、この人はこんなん入れてほしいんや。ぐらいな。感じかもしれない。でしうね、きっと。うん。そのこの国では、多分普通のことなんやろうから。あ、店長ですよ。ね。うレジに一人にするなら、そこは言うとあんとね。なんでその。ダイレクトに。それは、それ、待って待ってってなります。だから、切ってどのぐらいやったかわかんないですけど。その。 研修中に教えてるときに、そういう状況がなかったんかな。コロッケ売れなかったんかな。うん、かもしれないで、ね。もいろいろ売ってますよ、唐揚げだなんだ。売ってる。いや、今しっかりしてますよ、コンビニ、本当に、ね、あのー。 黒門界隈のコンビニはあの外国の店員さんめちゃめちゃ増えたんですよ増えたそうやろねいやだから本当にもうみんなテキパキ働いてなんやったらでけへん日本の店員いますんそうそうもうほんまそうやね日本人以上にテキパキやってくれる子も多いもんねそうそうやっぱみんな頑張るからなんかね人手不足じゃないですか今だからこれからもっと増えてくるんで そういう外国人で、ね。そう、だから外国の方増えて、日本人の雇用が奪われるとかってよく言いますけど。いや努力せな、そらあかんわと思いますよ、ねうん。そりゃ、うんうん、仕事欲しいんやったら、ね。うん、そっか、頑張らんとあかん、ね。うん、はい。<や>山広さんの息子さんのファンです。 トロさんが見つけたモンスターです。いや、そうなんですか。<laughs> 先日両親を誘って少々高価な温泉旅館に出かけた時の話です。母と二人でお風呂に行きました。すると、小学2年生ぐらいの男の子と幼稚園ぐらいの男の子を連れたお母さんが脱衣所に入ってきました。 幼稚園児はともかく2年生ぐらいのお兄ちゃんを女湯に入れることに違和感を感じていたのですがそのお母さんは何とも思わないような感じで「早く脱ぎなさい」と言いましたしかし子どもたちは一向に脱ぐ気配はなく周りの女の人たちの裸を動き回って観察していましたその後イライラしたお母さんが怒りながら「入らないならお父さんのとこ行きなさい」と言うと「 子どもたちは行こうまいました兄弟は最初から女湯に入る気はなくただ母親と一緒に入ることで女性の裸を見られると思って入ってきたのだろうと思いました。 この子供たちもクソガキですが <laughs> そんな子供を女に連れてくる母親もかなりのモンスターだと思ってしまいます子供相手にイライラしてしまった私は気持ちが小さい人間でしょうか脱衣所には若い女の子も小学生の女の子もいたんですよこれ <laughs> はまあ将来有望やな2年生微妙やな赤赤よ。 幼稚園、あ、なんかありますね、六歳までとか、幼稚園児までとか。あそうですか。小学校入ったら、逆もね。うん、逆。逆は、僕見たことあります。はい、こういうに女の子連れていくのもね。ね、うん、ダメですって書いたんですよ。うん、小学二年の女の子が入ってきたら、やっぱりちょっと大きいなと思うかな。うん,うん。 僕はでもスッチ言ったように男の子小学校2年ぐらいやったらええかなって思ってしまったんですけどままあまあねただまあ,、うん、あのお父さん一緒に来てんやったらそっちやろ <laughs> お父さんいるならねお母さんだけやったら、ね、まあちょっとしゃあないかなっていうのも誰も入れる人はいなかったですけどでも裸見たしい子かやから <laughs> 完全にもうその気で来てますよ。 ど<ー>どんな大人になんねえ、もうそれうんそういう感覚を持ってるという時点で、ね、お母さんは連れてきたらダメですよね。ダメ,ねダメやわね。もうわかるやろし、うん、普段普通になんか無邪気なやったらまだいいですけど、うん、普段の言動から多分そういうのに興味持っとるっていうのは分かったら連れてきちゃダメですよね。うんうん、ダメやな。<laughs> うんしかしだって <laughs> どっちお父さんもきっと誘ったと思いますよ行こうかいやお母さんのふうついていくとか言って、うんうん、お父さんが入レジエしてたりする <laughs> <laughs> ちょっとお前 ちょっとお母さんと一緒に裸見られるぞ最低の音やなもしそれやったら。いや確かに小学2年かもうはいちょっとねこういう子もいるまあ無邪気な子もいると思いますよ個人差ある年代やりますけども多分大体最近書いてあります小学生以上はご遠慮ください歳歳ままでではい。 ちゃんと決めた方がいいかもしれないですねもうそういうのね年聞いてダメって言えた方がいいですもんねじゃあ小学生まで幼稚園まで幼稚園児までとか就学前って言うねチェって言ってるらきっと悪いやつらやなほん悪い奴らいました全然無邪気じゃなかった匿名特住所さんが見つけたモンスターです とある大型スーパーのレジでの出来事です、うん、8つぐらいレジが並んでいたのですがそのうちのいくつかはクローズされていて、うん、隣のレジにお並びくださいのような札が立てられていました、うん、どこの店でもよく見かける光景です、はい、稼働しているレジはどこもそれなりに並んでいて私はそのうちの一つのレジの最後尾に着きました、うん、するとレジの店員が突然その場を離れ つかつかと最後尾の私のもとへ近寄ってくるのです<お>そしてその店員の手には例の「隣のレジへお並びください」の札が握られていました「え何?」と驚く私にその店員は「すみませんけどこの札持って並んどいてください<え>あなたで最後にしたいので <laughs>」と言い放ち、えー、意味が分からず呆然とする私にその札を押し付けてまたレジに戻っていきました。た 時間が6時を少し過ぎていたことから推測すると彼女は6時までの勤務で早く仕事を終わりたかったのでしょうところが一向に並ぶ客が途切れずその札を立ててレジを閉めるタイミングがなかったのだと思います、うん、それにしても客の私にそれを委ねるとは私はその後私の後ろに並ぼうとする見知らぬ人にその札を見せて「 このレジも閉めるらしいです他のとこ並んでくださいはと言わねばならずはあという顔をされましたな,<あ>なんで私がこんなことさせられてんのと思いつつ自分の番になるのを待ってレジの人に立て札を返しました我ながらなぜ断れなかったのかと今さら呆れてしまいますほんまええー、人やな受け入れたんやなちょっとやってあげたんですねうもう私で最後なんでっていう そんなん見たことないわそう途切れるタイミングまではだいたいね、うん、やってくれますよねその店はまだやってるはずだよねその後もね、はい、お客さんがいる限りやるでしょ何か変わったったやん、はい、そ,うそ,うそうもそもそも6時までやってたら別の人が六時以降やるわけやから途切れさせる必要もないんないです 変な店やな。<laughs> な<店>その並んでる人が途切れるまではレジ打ち続けなあかんということでしょう。普通でも他の人が来て、そうそうバトンタッチするでしょなんですよ。とかここ閉めたいときはすいませんって言って、列の途中でも切られるときはこっち並び直してくださいとか言われることもあります。すごいな。な,なん何て書いてる札って？<laughs> え、た隣のレジにお並びくださいのような。それも持たされた。そうそうそう。持たされるってすごい。すごいな。気の毒な。に事件ですね。これをクレーム言いに行って十分いい話だと思うんすよ。十分ですよ。大福の二個ぐらいもらわなかった。大福ね。なあ並んでその役割を。ねほら、ほら無事かよ。まだね。 <laughs> いろいろ紹介したものもあるんですけれども、はいえー、怒りの投稿街中あモンスターハンターいろんな情報があると思いますので、えー、お寄せいただきたいと思いますさて梅雨に入って、えー、なんかあ雨に関する曲をと探しておりましてこんなん懐かしいところでどうでしょうか柳ジョージとレイニーウッド雨に泣いている山本社,社交クラブ <laughs>

えー、10歳ほど年下に見られる50歳パート主婦の方付き合っているのはフェイスブックで知り合った6歳年下の自営業者、はい、まあ何で知り合ったかはともかくうん、うん、一度会いましょうということになり絶対その日はやらないぞと思っていたんだけど、うん、キスしたら力が抜けて、うん、<laughs> 行ってしまいました、うん、と。 で家ではレス歴8年もう一生ないしないんじゃないかと思っていたので、うん、果たしてそもそもできるのか不安でしたが、うん、体は正直でしたとそして会えばホテルに行く中になり、うん、旦那さんには見せたことのない姿を演じて楽しんでいます家に帰ってセクシーパンツをこっそり洗濯し、うん、普段着に着替えていつもの私に戻ります。うん という。ひょさん鼻血出へんかなと心配する。こんな番組ですか。こん五十歳。五十歳。五十歳けど十歳ほど若く。見る新喜劇の高橋康子さん。ああ。ちょうどグラビア。あの人五十歳ですか。五十一やったから。見えんね。週刊ポストで。あそうそう。え今週か先週か。出てます出てます。そうだったよね。はい。 そう新聞のあれで見たよ広告で綺麗ですよ。あれ売ってるかな。見逃してるわ。普通に戻ってますね。えスチ見た？見ました見ました。綺麗ですねやっぱり。まあそんなこうイメージしながら続報をお聞きください。相変わらず時々ホテルに行って楽しんでいますが、今日は続報と相談です。相談。最近私の 奉仕の心が開花しまして、はあ、私も腕を上げ、うん、彼はとても満足しているようなんですが奉仕、うん、を切り上げるタイミングが分かりません、うん、そのせいで肝心の私へのサービスが短くなってしまい少しモヤモヤ。50になってこんなに性欲があるって自分でも不思議です6歳年下の彼もめっちゃ気持ちいいみたいで相性は抜群、うん 七年ほどレスだったのにね今度泊まりで温泉にでも行きたいねと話しています世間の主婦は楽しんでいますよ、うん、ほんまやな <laughs> 楽しんでますねす自由にしとんな奔放すぎるやろそんな温泉まで行ったらバレるでお泊りしちゃうとなかなかね、うん、どんどんエスカレートしていくんじゃないですかねこのことをね、うん、はい。奉仕の心奉仕の心 でその切り上げるタイん、はい、知らんいやもうだからもう正直このお相手ではちょっともう満足できなくなってきてんじゃなるほどなだっこっちはこんだけしますそれがまあこの人はまあさいいんでしょうけど、うん、それに対するあれ私こんだけやったのに、うん、私の10に対してこの人2やん。 そうなんですだから男の方も貪欲で、うん、もっともっとっていうタイプやったら、うん、これ制限時間別に決まってないんで、うん、全体のだから方仕の心が長くなりゃなるほど、うん、それに比例して、うん、男の方もまたもう一つちょっと違う形でないとってならうとダメやん。 だってもうさ火ついいちゃってるもん最初の出会いがどんなものか申し上げられませんって書いてありますけど、うん、そこに戻って次の人見つけるってもあるわけですからね、うんうん、出会いのチャンスは多分いくらでもあるんでしょうねうそういう形で。<ー>なんかあのあれやな昔なウルトラマンとかな、はあ、ああいう特撮もんで、はい、もう岩になって。 二度と生き返ることがなくなった怪獣が何かの瞬間に目だけパンっと開く瞬間あるよ。何でもええねんけどほんで山がグーッ動くみたいにでグーッ立ち上がって表面の硬いのがポロ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 パラパて砂というか石が落ちてで怪獣がガーッ姿を現すそれはその直前まで山やのに。 そのんか刺激与えた瞬間にパンと目だけ開くねんそれが火がついた瞬間やそうかかなんかでそんなやつやそんなやつ78年何にもなくて平穏な日々が続いてたんついに暴れる時期が来たこれがもうそうなったらもうそれこそ取り返しつかないっていうか元にはもう

でけへんなもっともっとアドバイスありますけど、うん、ありますけど生々しすぎて何それ自制してんのじゃあ先生いやっていうかもうそういうのって、うん、あの持ちつ持たれつで、うん、もうそっち側が来ないならこっち側から行ってやれっていうことじゃないですかそうですよっていうことじゃないですかでももうそれはちょっと不満なんですよ だから例えば「山広さんの背中を描いてます」で終わった後に「背中描いてほしいな」でもちょっとしか描いてくれないってなったら描きながら背中持っていくしかないじゃないですかそうですねだそういうことしていかないともうただただ例えたね今ただただ背中描いてるだけではたかなまあでもそこは含んで理解して頂こたいんやけどでももうそれはやっぱあれやで。 そうだからもう言わなあかんのかってもうこの女性になってきてるからもう言わんでいいだからその言わんでもう来いよっもうこの人あかんわってなるかもしれないですねほんで来なかったら切ったらいいんも足りんねんからそこはねそのためのお相手ですからお相手ですからそのために会ってるんだからそんなに暇やないやろからそそうそうやわなあ 温泉にお泊まりきあるのかですね。どうするんでしょうね。別に相手一人にしとく必要も別に今さらもう,もうこうなってきたほらほらもうそうなんもどうでもいいわけじゃないですか。じゃ,じゃあ進行しながら <laughs>、はい、もう一人別にとかになってきてももういではないんですね。世の女性よ。大事、えー、な,なってますね。謳歌してますな。これは くれぐれもご家庭を大事に。いや、ほんまやね。でも、まあ、家が。はい、七、八年もうないんでしょはい、ご主人はね。レスなんでしょう。でも、その辺、女性ってパンと切り替えるんでしょうね。女の人の方が多分上手なちゃますわ。そういう気持ちの切り替えっていうのは。そうですね。玄関開いて、ドア閉めたらパンって切り替わるんでしょうね。そう、切り替わるんですね。本当に。いや、なかなかですね。みんな笑ってますね。 みんな隣のお部屋で笑ってはります、ね、何がそんなに面白いのかわからないけれど笑いいど、ね、ってますランちゃんまで笑いを噛み殺してます <laughs>、ね、ランちゃんダメですよ女の子なんだから <laughs> <laughs> もう一件もなかなかですね<う>遠くからいただいてます茨城 けんけん、<ー>親父ハンター。親父,ー親父ハンターって。すごいな。<laughs> ええー。おやじハンターさん。三十二歳、結婚三年目、主婦の方です。はい、子供はいません。うん、かれこれ一年ほど、主人とはご無沙汰です。うん、私の悶々とした気持ちを聞いてください。十一年ぶりに初恋の方と再会しました。うん。 初恋と言っても体だけの関係でお付き合いには至りませんでしたが、うん、私にとっては素敵な思い出です、うん、彼は私が通っているダンススクールの講師でした当時私は高校3年生、うん、彼は大学院を休学しながらダンスの講師をしていました、うん、いつも笑顔で優しい雰囲気の彼ですがダンスとなると表変。 レッスンは厳しくステージ上では別人のように輝く方でしたそんな彼に異性としての興味とこの人のようになれたらという憧れの気持ちがありました出会ってから2年ほど経った頃体の関係を持つようになり1年ほど背触れ状態にやがてダンスを極めるといって彼は上京それを機にこの関係も終わりましたそれから月日が経ち私はダンスをやめて就職 恋愛も経験し結婚今は転勤族の夫に伴ってとある田舎町におります、うん、そんな町でできた友達のダンスの発表会を見に行った日のことゲストダンサーとしてステージに登場したのがプロダンサーになっていた彼でした周りのすごい歓声そして初恋の頃よりもはるかに輝きが増していた彼 偶然にも話す機会もできお互い驚きを隠せない再会「うん、なんでこんなところで?」と周りの目を気にしながらも会っていなかった11年間を埋めるように話しました、うん、彼はいろんなバイトをしながら食いつないだ状況当時のことや今はダンス一本で生活できるようになったこと。うん 上京前国立大学の大学院生でありながらダンスを選んで勝負に出た彼その夢を形にして今もなお全身中の彼の姿が眩しくてたくましくて私この人が大好きだったなこの人を大好きで良かったなと改めて思いました、はい、シワも増え肉付きも良くなっていましたが私の大好きだった笑顔や優しい話し方少し枯れた声 当時と変わらない雰囲気に胸が熱くなりました、うん、そして再会の思い出に写真を撮ろうとした時さりげなく私の肩に手を回してくれた彼の手のひらの体温に激しくうずきました <laughs> 当時のむさぼり合うような行為が走馬灯のように点んて時には車で 時には野外で <laughs> あの時のように激しく抱かれたいと体を熱くさせながらもこれ以上はダメいい思い出として残しておこうと平成を装いながらまた会えたらいいねと言葉を交わして私はその場を去りました本当は連絡先くらい聞きたかったけど<お>またときめきをくれた彼に感謝しながら思うこと「はあ、はあまた抱かれたかった」。 立ち去ったことに後悔はしていませんが、うん、私の体はとても彼が欲しかったようです。あら、いや、これはもね、モペア。うね、いや、せよ連絡先分かれるのじゃん。行かなかったんですね。でも有名なんでしょ。あ、だから事務所とかに連絡するか。かいや、その SNS だになんなりですよ。そう調べます。調べたらすぐに出てくるかな。でもよくその日は進歩したね。 心臓てか向こうにしてみゃ写真撮るときにマット肩に手を置いただけで、うん、まさかそう思ってるとは思う向こうもそんなの燃えてるんちゃう？燃えてますか肩に手を置きながら、まあ、その瞬間ワット燃えたかどうかわかんないですけど、うん、まあその一日の中でどっかでうん思い出してますよねい,いしてますよ、うん、いろんなとこであったなみたいな、うん、いや絶対そのもう止まらへんやんって言おうと思ってたんよ、はい、手のひらのぬくもりの時に、はい だまあこの男性は多分今めちゃめちゃ輝いてるじゃないですか、うん、だからもうお盛んだと思うんですよあ現役でな現役だなるほどなでもこの女性は言うたら落ち着いていったわけじゃないですか家庭もね、うん、あるしだからそこがちょっと違うのでちょっと世界が違うの世界がちょっと うわあん時みたいにっていうこの女性の感覚と男性の感覚はちょっと違うような気がしますね。かなこれがお互いなんかこう「ああ初恋同士で俺も今結婚して、うん、普通になんか平凡な暮らししてるよ」やったら、うん、もしかしたらわっとなるかもしれないですけど、うん、まあ波長というんですかね、うん、まあでもさこの子が親父ハンターさんが行ったら受け入れてくれると思うよ。うんうん いや受け入れてくれると思う僕その人優しいあ優,しさ、ね、優しいのもあるけどバンバンって何ですか、うん、バンバンで忙しい時は、うん、その忙しい時間も絶対こじ開けれるってけ気持ちの中でももう一回ありますからね過去のその思い出がね、うんうん その良かった頃が。僕やったら絶対こじ開ける。<laughs> そうか。絶対こじそんなことないけどね。まあ、あの方に手を置いた時点で、全く。うん、ね、拒絶ではないです、ね。そんな気持ち。まあ、まあ、それはないでしょうけど、うん、もっぺんわざわざ時間。ねえ。咲いてあうか。って言ったら。そうか、もっと向こうもギラッとしたら、連絡先ぐらい。絶対そうやと思うんですよね。そこは結構。うん そこは守ろうと思ったのかもしれへまあジャブは打ってみるのは打ってみた方がいいと思うますけどジャブぐらいいっときや偶然十1年ぶりにおでんならジャブ一っときや s n s ん。s n s 検索。で s に n s て s n s って例えばそのダイレクトでメッセージも送れるわけじゃないですか例えばすごく久しぶりに会うた人で連絡先あれやったら普通に「久しぶり」 で、あの今日会ってびっくりしたわのこの連絡は全然いやらしくないですから,ややら,すからね。うん。え、ね、しても全然おかしくないんで,、うん、で、相手がまあどう出てくるかですか。うん。多分それにはちゃんと返してくれると思うし。そう,でしょうその文面で全然好き見せへんかったら、うん、あもうちょっと私のことは私はいかんほうがええねんなというふうに思ったよりもええやんか。うんうん、どう返ってくるかそうそうそう。だからジャブポン。それよりこのおやじハンターっていうラジオネーム。はい なんか他には何もないんかね。初恋の後はすっかり親父反対になりました。おじさま大好き女子ですって書いて。あるバンバンか。何があったんや。<laughs> もう三十になるまでで。こっちはこっちで。でね、っちだってそもそもだって初恋と言っても体だけの関係でっていうのはこう日本語として矛盾してませんかね。うん、そうやな。こ、ねはい、はまあタッチでしょうけど。ーあの。 その彼とはまあねそういう連絡取るんやったとるでおやじハンターぶりをちょっと <laughs> また別にその後の人生もまた教えていただけたらと。 はあ、はあね、そしてまた例の彼女はい。そうですね続報どうなったか教えてくださいそして来週6月15日の山広のピカイチラジオは山本社交クラブスペシャルでございます、うん、スペシャルですこれに照準合わせてくるなみんなああみんなこれ食べてるかな、うん、そう,いうことか、ね、やってきてるかな、うん 皆さんのすっごい話こういう恋恋愛模様をお寄せください、うん、来週ご紹介した方には、うん、恋の軍資金5000円を、うん、これ狙いですわああそれはまあうう今週読まれてもったら私<う>し損やないかいっていうことやから <laughs> そうやなみんな温存してますよ、はい、奉仕の心親父ハンターもう二人に感謝します <laughs> はい、ありがとうございますこういうメッセージお待ちしております以上山本社交クラブでした 近い近価値調査これドヤねン気持ちを切り替えて京都の山河童さんのドヤネです当たりが出るともう一本のアイスで当たりが出たら A. お店で交換してもらう B. 交換せずに捨ててしまう 久しぶりに当たりが出てテンションが上がったのですが交換しにお店に行くのが恥ずかしくて迷っています皆さんならどうしますか、えー、A 交換してもらう、はい、B 交換しない、うん、いいですよはいはい、せーの A なんで B, B やねなんで交換せへんね当たりですよその店にもよるんですけどめっちゃ離れてたら あれけどその僕昔ねあたりの棒をずっと置いてたことあるんですよ。で買いに行ったらええやん。いやもうお守りみたいな何かわいいこと言うてんだよな感じにしてましたお守りあたりって書いてあるのががもうそれだけでよかっただから別に買えなくてもなんかそれがなんかすごいついてるなんか幸運の印みたいな感じなね。 かわいすぎるわそんな。いつか買いに行こうって思って。そう？俺はもう A にしたけど、その時買えないよ。あそうです日本はいらんから。あまあそれはそうです。だから当日は行きませんよ。だから持って帰ってでここって時にヘッドを買いに行くね。最近コンビニでスクラッチの9時開けじゃないですか。結構当たる。当たったらその場でってやるんですけど、一旦持って帰ったら次なかなか行かない。あれは行かない。あれは行かない。 でも期限が切れてしまうだから今の状況でアイス家に帰って当たってもその棒だけ持ってわざわざはいかんへんよね気スすんねんなああそ,うねそやったらもうあ当たったっていうのでなんかどっかに置いとく <laughs> いや置いとくっていうほどの当たりでもないで <laughs> あ,あいだもん一箱のやな、うん、アイスの中に何本も当たりあんねんからでも気に当たりってこうグンと押してあるじゃないですか、うん、あ,れああいうものってあんまないでしょ まあまああんま見かけへんよね。なんかよくないですか。いやいいかわりでいいっすよ。いいけど飾っとくほどの当たりでもない。めっちゃ長いこと飾ってた僕昔。じゃこじゃ子供やからそれ気持ち上がるけど、もうエオスさんがなんかそんなメール返事くらいの二十歳からですよ。二十歳超えてからやんなよそういうこと。二十歳超えてからやったやないやないか。なんかうわええなと思って。あそう。 まあこともあったんでしょきっとそれはだからいい思い出なんですよ。かななんかきっとね。なるほどな。形として置いてきたい。あえてそれを取っておくっていうことですか。そうそうそう。そうですか。最近でもなくないですかあんまり。あんまりね聞かないですね。当たりつきのアイスを買うことがなくなったんじゃないでしょうか。大人になったから私たちが。そうか。食べたいなカレーも食べたいけど。両心に戻ってニューダルに行きたいわ今度。カレー食べてアイス。 食べて帰っていてください、うん、多分当たってると思いますよ <laughs> 何いよその様子 <laughs> ではまた来週はいどうも今日もお疲れ様でございますお疲れ様でした今日珍しく何にも食べないやんそうですねな食べようかなと思いながらあの序盤からあの社交クラブの話がわーっってたりとかそうでしたねいきなりなんかもう ウバウバって。あ、そうなそんなことが、もうそれでお腹いっぱいになった。そうですね。あ、そうです。いや、っていうか最近社交クラブ濃いですね。濃いこれですよ。っていうかあのいつからどっとうん、いやこういうことなんですって。引き継うん。こういうの多分皆さん待ってたんです。待ってた？待ってた？あ、そう。やっぱりな。ういわゆる。 業界の人間って逆におとなしいじゃないですか、うん、一般社会っていうか業界でない人たちってもし何かあっても文春法はのターゲットにならないじゃないですか、うん、結構なとこ行ってるよね結構ですよね結構行ってるらしいっていう話は聞きますねそうですねだからそのそういう場出会う場とかねそれこそそういうね 先週話題になったそのカップル喫茶なんてなところはもう行けないです行けないもん見学にも行けないもん,んつまらんな <laughs> 見学も行けないなんてさ <laughs> 入り口は我々って得やと思うんですよ 入り口ほんまにあのー、例えばナンパする時全く素性の知らない人から声かけられても、うん、なんぼ男前やまあ男前やったらついていくよとかいう女の人いますけどうん、うん、やっぱこういうご異性その人がどういう人間か分からんかったらやっぱちょっと怖いじゃないですか怖いもん、ね、でも我々はどこで何をしてる人間かうん、うん、もう全部分かってるからうん、うん、それは安心,よ安心で飲みに行かへんっつったらやっぱ飲みに行ってくれますよ。うん、そやけどその後例えばね <laughs> カップル喫茶に行かないかって向こうが OK したとしてもこれ免許出すのないやこれやっぱあかんなってこう絶対もうその躊躇もあるしリスクがいろんな面で高すぎるから誰も行動に起こしてないですこの業界得ですよねいや一般社会の方が絶対得楽しめてますプラス全然違う自分で行けるんですよ そういううい人たちってあっ違う自分を演じ全然いいでしょ女性やったら普段と全く違う化粧してちょっと派手めにして俺名古屋より東行こうかなほんまにそのために休みの日に <laughs> バレるっちゅうバレへんって絶対バレてへんもん テレビ見てないからその人にとったら僕一般人じゃないいやだから東にももともと西におった人が行ってたりするんですよせやねたまにいるねびっくりえなんで声かけられんだろう京都住んでましたとってそれがあるんですよどこ行ったらええのいやもう無理ですってだからもうそれかもうそんなの関係あらへんで行くかもともとそう言って言われてもせやねん行ってん って言えるかかどうですねもうそれも言われへんご時世になってるからねもしくはそれを全部含んだ上で絶対に何も言わない口の堅い何か消化してよそういう集団を消化してよそういう集団を知ってるもしくは属してるっていう人はまたこっそりでこっそりこっそりででも多分そういうところってすっごいちゃんとしてますで いわゆるすごいあの肩書きの人らがちゃんとしてるから、うんうん、でもそういうとこって入会するのになかなかの厳しいですよねンンそれ厳しくしていただかないとん,なンンなんかありそうですけどねその秘密原資はそうですし、うん、プラスやっぱり保証金じゃないですけどなんかそんないるんちゃいますあそういうことへそくりほんまない だからその「何かすんねん」言うて「おろしたよろしいや」「何かすんねん」ってそこでもおかしいやんもう嘘をばれるやんこの動画は大丈夫です釣り竿おかもうてんなことはここで言ってますけど釣り始めたとねんで竿めっちゃいると竿めっちゃまあ高いちょっとまとまったほんで釣りに行ってくるとも言えるしねで なあれサオどこにあんのやったら「こかんないだ」だパクられでな <laughs> <laughs> 見てるやよこんあんたもうその作戦あかんで釣りざお作戦まあそんなんとか、ね、例えば,例えば、ねはいろいろな考えながら、うん、なんとかねそういう抜け道あるはずないですよねいやだから、うん、一般の方がみんなそんな乱れてるかってそうじゃないでしょうけど普通に毎日暮らしてて 急にふっとこういう状況がパッと来るわけでしょ。うだから皆さん燃え上がるんでしょ。燃その楽さかすごいから、もうそれともうわ、キュンっていくねんも。すごいですすごいな。帰ろうか。帰りましょう。来週のスペシャルをお楽しみに。スペシャルです。来週は。すごいのクリアな。 寝ハハハハ